ひな壇の中央、あの少女が座っていた場所、ここに人形を置けばいいのだろうか。置いた。人形見、やっぱこいつお化けなのかな。行っちゃった。え？何が起きた？あ、敵？戦うのかこれ。ほら。どこにいる？子供は嫌なんだけど、ちっちゃいから。消えた。消えるんだけど、こいつ。来い。ほら。ああ、痛い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 。ほら。フェイタルフレイム。なんかいっぱいいる？なんかいっぱいいる？なんかいっぱいいるぞ。一旦回復。やめてやめて。おい！人形か！人形がいるんだ。ちょっと待って。あ、人形がいる、人形がいる。おい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 、いい加減せや。人形は消えてない。どこ行った人形。消えた？いた、いたいた。ほら、あとは、うわ、ここにもいる。あとはどこ、右と左にいる人形、どんだけ出てくんねん。よしよしよし、本体本体、どこだ。端っこに寄るとやべえかも。ここにいる？分身してない？あ、片方人形だったんだ。メッツ！ほら！よし、フェイタルフレーム倒したか。よし、白髪の少女を倒していく。人形見が床に落ちた。あの火棚に戻せばいいのだろうか。床に落ちた。人形見を火棚に置いた。開いた。火棚の下で仕掛けが動く音がした。階段を塞いでいた蓋が開いたようだ。地下に降り、遥かを探す。探していきましょう。覗く。ここか、洞窟、体内洞窟。また怪しげな場所に来てしまいましたね。ここは逃げられないぞ。一本道かな？まっすぐ道がついてるように見えますけど。そうですね。なんか、見える？これ。なんかいる。なんとかを運ぶ男。読めません。あの箱っぽいやつのことかな？黒い水に触れてはならぬ。まあ、触れたくはないですね。どう考えても汚染物質。え？何？誰かいる。はるかちゃん？こんなところどうやって来たんだよ、マジで。調べる。洞窟の奥から水が流れ落ちている。水の奥には広い空間が広がっているようだ。ほう、分かれてるね、道がね。まっすぐ行ってみようか。
ちなんか長く続いてそうだから、もう片方の方行ってみようか。途中で探索はするタイプなんで俺。ここなんか水から上がってね、何か落ちてますね。清めの火ですね。そっか、濡れてるのだ、水の中でね。なんかろうみたいのがあるな。格子戸に鍵がかけられている。なんかお札も貼られてるね。鍵受けが壊れてしまっているようだ。この扉は開きそうにない。そうですか。開かない扉があったってことですね。こっちは続いてるね。あ、でも行けないわ。石があって。行き止まりが1段低くなっており、水が流れ落ちている。下の方に何か浮いてるようだ。人形ですね。まあ、行けないけど。なるほどね。拾う。五神水。回復アイテム。じゃあこちらに進んでいきましょう。はるかちゃん、果たしているんでしょうか。まあ、ここまで来たらね、会いたいよね。というか、死なずにね、助けてあげたい。死なせずにか。階段が見えますね。洞窟から出るんでしょうか。あ、また拝殿へって書いてあるぞ。合ってるよね、これ。あれ？戻ってきちゃった。間違えて戻ってきちゃった。迷っていく。気を取り直して進んでいきましょう。すいません。方向音痴が出てしまいました。こっちかな。よいしょっと。こっちですね。まっすぐかな。いや、これは絶対間違ってないわ。なんだ。ああ、いる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 。どこ。いた。ピコさんね。こんな狭いところで戦いたくないな。いた。フィルムがなくなるんだけど。おい！回復回復。強いぞー。飛ぶからな、こいつ。どこ行った？上？来るかな。来たところをカウンターしたいんだけど、なんか待ってると来ないんだよね。よし、来た。よしよしよし。死んだ？食らわねえんだけど、全然。どこ行ったの？痛い。来い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 。ロックオン使った方がいいな、これ。どこだ？どこ？壁の中？もうずるいぞ、壁の中は。出てこい。攻撃すると来るんだよ、こいつ。来い。ほら。よし、来た。チャンス。倒した。いやー、強かった。俺も死にたくねえんだよ。フィルムかな。ちょ、だいぶフィルム使っちゃったんで、これありがたいですね。90式フィルム、強そうなやつだ。ん？ここ？通れないけど。くぐる。ここをくぐると、まだ洞窟かな？なんか大きな空洞？いる。
はるかちゃんいたぞ。何をしてるんだろう。消えた。なんか長かったぞ。何立ってたんだろう。手が出てない、これ人形かな。ここなんか人骨がいっぱい、なんか祀られてるっていうかね、大量に捨てられているみたいな話があったとこだよね、このね。ここじゃないのかな。なんだなんだ、なんか確かに戦うのにちょうどいい大きさです。いやー、いたね、やっぱりいるね、君いるね。そりゃそうよね、いるよね、そりゃね、いると思ったわ。よしよしよし、でも広いからまあ戦いやすいっちゃ戦いやすいんだけど。ほら浮いてる浮いてる、よく見えてるよ。どうや俺の実力、思い知ったか。死んだ、いる、声がするけど。ここの扉開くのかな。扉には鍵がかけられている。鍵受けには勝負の文様が刻まれている。こっから出られそうない。え、鍵が必要ってこと。え、来たはいいけどどうすんのこれ。こっち？箱の奥に段差があり、水が流れ落ちている。箱は固く閉ざされ、開かないようだ。はい？なにこれ？開ける。え？これもしかしてはるかちゃん？黒い水？はあ、はるかさん、もう死んでるのこれは。夕日を見たんだ。その箱に入ったらあかん、あかんぞ。まさか箱の中に夕日を見たのか。変なババアがおるんだけど、魔女みてえな。正気に戻った？ああ、はあ、そういうこと？水死ってこと？そういうことか。助からなかったとか。あ、生きてる生きてる生きてる。はるかさん生きてた。でもなんかちょっと目変じゃない、目目変じゃない。ふゆふちゃうよ、ユーリです。溶けないで、大丈夫かな、大丈夫。顔色めちゃめちゃ悪いけど、色変だぞ。おおおい、それはあかんだろ、それはあかんよ。倒すしかない、これは。転がってる転がってる、どこ行った。踊ってますね、踊ってる。ちゃうぞこいつは。あーだー、飛ぶのはちょっとなしって言ってるやん、いつも俺言ったよね前。
追いかけてきてる、追いかけてきてる。ほら強いやつだ、こいつよ。来い、こういう人来い。踊ってる場合ちゃうぞ。だから何踊っとんねん。消えた。ほら、クラは変やないかーい。あれやめてほしいな、アップで来るの急に。あんな化け物の顔なんて見たくねえんだよアップで。さあどこにいる。いるね。ほら、あ、溜まるの早い、これめっちゃ。ほら来い来い。ほらもうずるい。チャージしてる時にしか来ないこいつ。受ける、めちゃめちゃずるいんだけどこいつ。システムの穴をついてくんだけどこいつ、お化けのくせに。どこ行った？いなくなるもんなこいつ。アップやめてもらっていいですか。アップよし倒した。この90式フィルム強い。チャージが速くてダメージも与えるから。フィルムに助けられたな。あなたは。私は小塚田ゆり。あなたを探すように頼まれたんです。歩けますか？とにかくここを出ましょう。はい。山から脱出する。そこ出れるのかな。勝負の鍵受け、ここから出たいよね。なんか近道で帰れそうなんだけど。出られそうないんかーい。じゃあ戻るしかないんですかね。来たところここを一緒にくぐる感じですかね。またあの戻る間になんか自殺とかしちゃわないか心配だけど、ちゃんと今回見とけよユーリー。生きて帰るんだから。全員死んじゃうとかされならんからな。私を探してほしいと頼んだのはウユヒなんですか。そうですよ、はい。大変申し上げにくいんだけど。おーい、なんか地下泣いちゃった。さっき隠したばっかだろボス。あんまりこのフィルム使いたくないんだけど強いから。でも早く帰ってね、助けてあげなきゃ、はるかちゃんを。どこ行った。下、どこ行ったの。どこ行った。ちょ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 、この下はずるいんだけど。下とか上とかさ、ほら、どうした。よし倒した。やっぱ強いなこのフィルム。よし行きましょう。行くよ、急いで。さあ階段上がっていきましょう。結構戻るのも大変だよねこれ、道のりね。来てる、来てる来てる。こんなやべえとこによく一人来たな本当に。でもさ、冬日が死んだっていうことが分かったら自殺しちゃうんじゃないかな。私のせいでってなってね、一人で行っちゃったのねってなって。え、何、どうして。
いや、操られてたんだよ、この山にな、氷上山によってな。一緒にって言ったのに。もう行かなくていいよ。ごめんなさい。開けます。あれ？なんかちょっと固まったな、今。朝になってるとかないよね。あれ？でも、いや、夜だね。全然夜だね。許して。独り言が怖いんだよ、だから。さあ、神社の外まで出てきました。え？あの歌。ちょっと待って、やばいじゃん、また。おかしなっとるよ。お、走るな、走るな。お前、さっきまで水没しとったのに走れんのかよ。おい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 。なんかメモがある、これ。この子に及んでメモある、ここに。血濡れ手記1。やばそうだ。ところどころに血のような黒いシミが付着している。なんだそりゃ。すべて殺さねばならん。この山にいる女はすべて奴らの目を見てはならん。すべて殺してその目を潰す。わしは見られてしまった。巫女を全員殺した男の手記かな。あ、取れるここ。嘘。あ、こっちか。間違えた。こっちだ。どこ行っちゃった？どこ行った？なんで勝手に行くのこのとこで。せっかく助けてやったのよ。あ、そっち？そっちね、了解。ただアイテムがあったんで拾っていきましょう。何？なんかいたよね今。びっくりした。話してよかったのかな今。こっちかな。こっちね。拾う。回復薬。どこどこ。どこ？迎えに来るわけねえだろう。呪われてんぞ。いたいたいた。こいつか。こいつに操られてるんだ。確かに冬日っぽい。冬日っぽいぞ。メッツ。うわー、いけんかった。捕まった捕まった。回復しよう。厄介なボスは出てきたぞ。フィルム多い。フィルムで戦うか。ちょっと節約しよう。いた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 。うわあ、なんかはるかちゃんめっちゃ取ってるみたいになってる。はるかちゃんめっちゃ取ってるみたいになってる。倒した？あ、弱い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 。よかった。今のはさ、帰りましょう。気にすんな。よかった、生きて帰ってこれたね。もう死ぬなよ絶対。あれ？どうしてあそこに？レンさんもいるじゃん。夕日が見えたから。夕日が近づいてきて、だんだん慣れてきて、溶けるみたいで。溶ける。とにかく君は帰ってきたんだ。無事でよかった。本当にね。冬日はここにいるの？
何も考えずに休んでください。そうね。こいつまた山に行きそうじゃないか。これ縛っとけよ、もうペットによ。はるかさん、少し落ち着くまでそっとしておこう。レンさんとルイさんにひそかさんのことを話さないと。歌ってるよ。思い出の歌かな。どこにいるんだ。1階かな。あ、ここにいた。あれ、レンさんは。お邪魔しています。先ほど先生と話したんですが、ひそかさんが戻るまで私と先生もできるだけここに顔を出すようにします。迷惑かもしれないけど、あんな先生でも気休めくらいにはなるでしょうから。先生は。先生どこなんだろう。書斎かな。あ、2階に勝手に行くことはあんまないだろうな。この左側の部屋の書斎見てみましょうか。あ、寝てる。ひどくうなされているようだ。話しかけていいのかな。触れる。夢が見れるのか、触れるだけで。レンの夢。これってさっきあの神社で戦ったやつよね。殺したのか。白髪の少女。先生、そろそろ。ちゃんと眠れました。俺は帰る。ユーリ、止まってけよ。呼び捨て。おやすみなさい。お風呂シーン来た。なぜかセクシーシーン来たぞ。ここでちょっと不気味だけどね。マジか。ちょっと待って、マジか。これは大丈夫なのか。放送コード大丈夫なのか。おいおい、惜しい。惜しいね。惜しい。カット。見えそうで見えない。はい。神神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 。何これ、エロティックホラーになってる。はっ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 。箱の中、棺の中。なんでなんでなんで。興奮してた俺の。ちょっと待って、ちょっと待って。閉じました。ベッド。興奮してた俺の気持ち返せよ。一気に恐怖で塗り替えられたんだけど。こりゃあかんわマジでね。動けるね。今の夢、あの時洞窟で見たはるかさんの記憶と同じ。彼女から何か聞き出せるだろうか。いや、もう寝た方がいいと思うよ。朝でええやん。寝てないやろ全然。はるかいる、そもそも。いなくなってるパターンはマジやめとしいな。さすがに助けた瞬間にどっか行くみたいなね。はるかはどこにいるんだ。1階のここにはいないよね。ここじゃないよね。1階だよね多分ね。1階のあの物置だった場所かな。ちゃんと部屋確認しとけばよかった。ここもちゃうよね。
ちゃうよね、ここじゃないよね。1階だよね。うん、1階だよね。家の中で迷っていく。いまだにこの家の作りがね、よく分かっていない。マジで。こっちじゃないな。こっちお店だな。こっちだね。ここかな？あ、ぽいね。ほら、いなくなってるじゃん。もう勘弁してくれよ、マジで。何なんだよ。絶対山行ったやん。鍵閉めとけよな、マジで。外側からさ、なんか、対策が甘いんだけど。一度やるやつは二度やるんだよ。絶対行っちゃったよ、もう本当に。お風呂は？お風呂。なんか見ちゃった？それ何？今何？それ何つけた？パソコン？監視カメラ。そんなのあったんだ。なんか後ろについてる。ふゆひ、おい、友達は乗るんじゃねえよ。行方不明となっていた百瀬はるかは、片城神社の地下にある洞窟の奥で黒い箱に閉じ込められていた。ユーリは助け出したはるかを骨董屋と連れ帰ったが、その言葉は要領を得ず、何も聞き出すことはできなかった。その夜、はるかは夫婦の霊に誘われ、忽然と姿を消した。はい、というわけで4の雫クリアいたしました。次回5の雫からやっていきたいと思います。以上、ヤマトランクスでした。アデューマタで、バイバイ。